全員が必ず今よりモテるようになる美容院でのオーダー方法なんですよね。はいどうも、モテ期は作れるアロノです。こういうね、髪の毛がめちゃめちゃうざい男性に朗報です。髪の毛の長い人っていうのが多いと思うんですよ。僕もね、めちゃくちゃ今髪切りたいんですよ。僕史上すごい長い状態なんですけども、髪の毛を分けてみたりとか、すっげー流したりとかしてね、ごまかしたりとかしてるんですよ。皆さんがね、漏れなくモテる髪型になる方法っていうのはね、僕は今日お伝えしたいと思うんですよ。モテる髪型って手に入れるの実はめちゃくちゃ簡単なんですよ。顔の形がどうとか、自分に似合う髪型はどうなんだろうとか、雑誌を見て、芸能人を見て、こんな髪型になりたいな、髪の毛がハゲてきててとか、すごい剛毛でとか、テンパでとか、いろいろあるじゃないですか。一括りにね、この髪型がすごいモテますって僕がご紹介するわけにはいかないわけですよ。皆さんできるできないがね、分かれてしまうから。ただし、今日お伝えする方法っていうのは、全員が必ず今よりモテるようになる美容院でのオーダー方法なんですよね。美容院でプロにこういう髪型にしてくださいっていうお願いの仕方をすれば、うまくいくっていう方法さえ皆さん知ってればね、皆さんがどんなに髪の毛が薄かろうが、髪が多かろうがね、必ず皆さんの中でのモテる髪型っていうのが実現するわけですよ。皆さんが美容院に行って第一声で何と言えばいいか。就活始めたんで、爽やか単発でお願いしますっていう風にね、伝えてみてくださいよ。年齢的にすごい若者だったらね、就活って言えばいいですし、20、30代、40代とかだったら転職活動始めたんで、爽やか単発でお願いしますっていう風にお願いしてみましょう。恋愛とか婚活っていうのに求められる女子が男性に対して好感を持つ髪型っていうのは、就職活動とか転職活動において好感を持つ髪型とほぼ全く同じなんですよ。皆さん美容院に行って、いやちょっとぶっちゃけモテたいんで、モテる感じの髪型にしてくださいってね、みんながみんなそれを言えるわけじゃないと思ってるんですよね。現時点ではそんなにかっこいい髪型をしてなくて、これからかっこいい髪型にしたいなっていう風に思ってる人にとっては、モテる髪型にしてくださいとか、美容師さんが可愛い女の子だったりしたら言いにくいじゃないですか。でも言えるじゃないですか、こっちだったら。就職活動してるとか転職活動を始めたから、爽やか単発でお願いしますだったらめっちゃ言いやすい。しかもモテ髪にしてくれるっていうことでね、すごくわかりやすいと思うんですよ。さらにもう一点注意してほしいポイントがあるんですよ。美容院選びです。これはとっても大事ですね。美容院ってね、星の数ほどあるから、初回限定割引みたいなところをね、いろんなところ点々としてた時期もあったりしてたんですよ。こういう髪型にしてくださいっていう風に美容師さんに伝える能力はめちゃ高かったんですよね。でそれを皆さん鍛えるっていうのも一つ手なんですけど、ただそれよりも大事なのが、いろんなところに行きました。いろんなエリアのね、特に都内の美容院にたくさん通いましたけども、地域によってそれぞれの、ね、色が出てくるんですよ。地域性が出てくるんですよね。おしゃれなエリアと呼ばれているようなところ、全国の方がこの動画見られてると思うんですけども、例えば東京だったら表参道にあるとか、神奈川だったら横浜にあるとか、大阪だったら梅田とかにあるとか、いろんなね、都道府県でおしゃれと言われている場所っていうのがあると思うんですよね。そういうところで髪を切るのが正直ね、おすすめです。いろんなところにいろんな上手い人がたくさんいるっていうのはもちろんわかりますし、家の近所にねすごく上手い人がいたらそれはそれで OK なんですけど、今モテる髪型とか今の流行りを捉えているとか、確かな技術を持っている繁華街の美容院とかだと、お客さんが常に来てたりするんで、ずーっと美容師さんもね忙しく練習してたりするんで、なんだかんだで上手かったりとかするんですよ、新人さんでも。そういうエリアを選ぶようにして、その上で爽やか単発でっていう風にお伝えしていただけると、とりあえずいい髪型を手に入れることができますよね。あっしゃ、この髪型いけるっていういい感じの髪型になれたら、その髪型を前後左右写真でたくさん撮って、で前この髪型にしたんですけど同じような感じにしてくださいってね、交通の便とかが悪い方にとってはね、やっぱ近所の美容院に行きたいと思うんで、その写真を見せてできるだけ近い形にしてもらうっていうので、やっぱ再現していくことができると思いますので、毎回ね離れたところに行かないといけないというわけじゃないということだけお伝えした方です。これでね、皆さん本当にね、モテる髪型の人ばっかりになっちゃうと思うんですよね。見た目ね、モテる髪型になって、いろんなねコミュニケーションのテクニックとかを身につけていただきまして、どんどんね恋愛に成功していっていただくっていう、そういうチャンネルでございます。ということで皆さんね、チャンネル登録まだの方はね、ぜひ登録して、これから毎日配信されていく新しいテクニックをね、いち早く取り入れてもらいたいなというふうに思いますので、お忘れなきよう、チャンネル登録といいねボタンと何かしらのコメントをね、できるだけ返すのでお願いしたいと思います。また明日会いましょう。ワディダース。